はい、元皇帝料理人です。本日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、新メニューをちょっとやっていきたいと思うんですけど、今日はまあいろんなまあメニューどうしようかなと思うんですけど、イサキ、夏の旬のイサキのお魚ですね。まあ、それはお造りにしてももちろん美味しいんですけど、今日は焼き魚にしてちょっとお出ししたいなと思ってます。はい、でイサキは塩焼きにするんですけど、あとズッキーニとかですね、いろんな野菜と一緒、玉ねぎとかで一緒に焼いてですね、あと豆乳とわさびを使ったソースを少しかけてお出ししようか、ちょっと洋食っぽい感じなんですけど、和食の要素を入れたお料理になってます。はい、で今から今日今調理したいと思いますんで、最後までよく見てください。はい、では本日もよろしくお願いします。今日はちょっとですね、焼き物をしたいと思います。でイサキ、夏の、ね、お野菜イサキですね。はい、で今日はこれをさばいて、切り込み入れてますね。切り込み入れた状態で塩もしてしまってます。はい、でもちろんここで骨も全部抜いた状態になってます。結構ね、水分もちょうどできてるんですけど、こっからちょっとね、今から焼いていくんですけど、焼き物にしてちょっとだけこうやって切り込み入れることで巻いてあげますね。こんな感じで巻いてあげて、でこっから焼いていくんですけど、少しオリーブオイルを少しつけます。さーっとかいて、はい、でこれで焼いていきたいと思います。はい、これを掘り込みます。はい、はい、で今イサキですね、イサキが今5分ぐらいですね、少しこうやって水分が出てきてね、もう少しでいけるんで、あとはちょっと一緒にこう玉ねぎとかですね、ズッキーニで、ヤングコーン、パプリカですね、これも一緒に焼いてしまいます。です、ちょっと先に焼いてました。でもう一回ここでこの魚のエキスがこうやって入るんですよね。オリーブオイルもさっきかけてたんですけど、そのオイルのとこに一緒に焼くことによって、またここにも魚の旨味が加わるんで、一緒にここで焼いていきたいと思います。で残り2分から3分ぐらい焼きます。はい、よいしょ、で今時間経ったんで、これでここは仕上げていきたいと思います。入れようか。はい、では盛り付けていきたいんですけど、まずちょっとあと最後ね、もう少しだけ焼き目をつけたいんで、さっとバーナーで炙ってしまいますね。で、盛り付けていきます。で、まず玉ねぎ。玉ねぎの、はい、まず引いてあげます。で、玉ねぎはこれね、一回焼いてるんですよ。焼いたことによって、この旨味、甘みが出てくるんで、まず玉ねぎを引いてあげます。で、メインのイサキを、じゃーんと乗せてあげます。で、あとは、ちょっとね、黄色、赤、ズッキーニですね。でこんな感じに乗せてあげて、でこれが豆乳ですね、とわさび、ソースですね。このまま塩焼きになってるんで、まあ、オリーブオイルも入ってるから、そのままでも十分美味しいんですけど、そこのまた別でこう豆乳とわさび、ちょっとこう別でつけてあげても美味しいかと思います。こう空いてるところにそっとこうやります。これお好みなんで、あんまりつけすぎないようにしますね。で、あとは大根、人参、貝割れ、ラディッシュおろした上を乗せて、美味しいです。ソースもつけてみて。
らい。めっちゃ美味しいです。ソースの感想はどういった味ですか？さっきとは風味が違って美味しいです。で今ね作った伊崎のね焼き物で結構ねやっぱりあれこれは今バローレで作るメニューになってます。はい、でこれはやっぱり和食いうと違ってバローレでみんなでできるような感じにしたいなと思ってます。で結構バイトの子とかね行ってですね、まあ、高校生の子もいますし、あと大学生とかフリーターの子もいるんですけど、どの子が来てもできるような体制できないかなと思っていろんなメニューを取り組んでるんですね。なのでね、僕らができていつもできないじゃなく、みんなができるようにどうしたらいいか、そうするとメニューからマニュアルからいっぱい作っていてですね、やりやすいようにこと考えてやらせていただいてます。はい、なのでこのバローレでしか味わえないメニューもありますし、カフェダイニングバローレって言ってるんで、ちょっと和食の要素も入れるんですけど、おしゃれにこうみんながインスタとかに載せて、あ、綺麗な華やかやなと思うような料理を僕らがちゃんと味を決めてですね、美味しいようにしてから皆さんにこう伝えてやってもらうっていうような感じになってますんで、よかったらこの6月からのメニューで伊崎の塩焼きで、こういう野菜と添えたわさび豆乳ソース、これが出ますんで、よかったら皆さん食べに来てください。まだまだね、ちょっとね、緊急事態宣言があるんで、いっぱい来てくださいって言いたいんですけど、難しいんですけど、よかったらもし時間空いたりとかですね、まあ市役所もあるんで、吹田市役所に来られる時とかに来てもらえたら、11時から今やったら5時まで空いてますんで、よかったら来てください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。はい、最後までご覧いただき本当にありがとうございます。もうほんまに皆さんの声援が本当に力になるんですよ。なのでチャンネル登録高評価いただけると励みになります。本当によろしくお願いします。